はい、どうも横浜イガサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、それでは今日も33対策ということでね、詰碁の問題1題やっていきたいと思います。まあ AI がね出てきてから、このやっぱり囲碁でね、一番何が変わったかっていうと、やはり33が非常に増えた。序盤早々からの33っていうのはね、もう NHK 杯見てる方とかだったらお馴染みだと思うんですけども、本当にプロの先生の碁を中心としてね、増えました。33に入るでね、これなんかも一つのその形になるわけですけども、まあこのような形ですね。この形が非常にね、隅の形増えたのかなと思います。今までだったらこれね、ここの跳ね継ぐような形が非常に多かったんですけども、この跳ね継ぎをね、打たずに牌を1本打つことでもう隅十分生きてるよと。で、この跳ね継ぎを打ってしまうとですね、まあ先手とは言っても、黒の外が非常に強くなってしまうから、まあ、この跳ね継ぎをね、打つ機会が割合減ってきた。まあもちろんこっち側の黒がもうね強くて、何かこの辺が非常にもうねなんか強くてですね、もう入りようがないよっていう時はもちろんこうやってすぐ打つんですけどね。でこれ先手ですから大きいぞなんていうことでもちろん打つんですけども、まあ、何もないような時なんかだと白からも打ってはもらえないよということになりましたね。でここで黒がまあどっかタイミングを見てですね下がっていくわけです。下がってまあ白さん受けてくださいってやるのが通常なんですけども、ここでもしね白が手を抜いた場合にはどうやってこの白を取ることができますかということで見ていきたいと思います。こういうのもね、はっきり次取る手が見えて堂々とこう下がるのと、いや生きてたらどうしようかなと、手を抜いてパスされても生きてたらどうしようかななんてね、恐る恐る打ってるとね打つタイミング逃したりなんていうことよくありますから、ぜひとも今回ねしっかりと覚えて、この下がりはね、まあ、こういった形であれば取ることができるぞということで読んでいきたいと思います。それではね、ゆっくり考えたい方はまた動画を止めて考えてみてください。はい、それでは答えの方を見ていきたいと思います。さあ、この問題はね、まあ、1手目っていうよりは3手目から読み切れてるかどうかっていうのがね大事になってくるポイントかなと思います。うっかりするとこうになってしまうよということなんですけども、初手はですねこれやはり飛び込みがいい手と、あ、ごめんなさい、初手はこの飛び込みがいい手ということになりますね。はい、こちらに飛び込みまして、これやっぱりね一歩一歩行くともう止められてしまって、これはねスペースが十分にありますから、こんな風に跳ねても継がれて生きられてしまいます。急所っぽいとこに置きましてもこちらを押さえて、でこのように来てもここに一眼できちゃうんですよね。でここ跳ねても当たりされてると、これはもう黒がね助かってない形ですからね。はい、ということで、この飛び込み、初手は飛び込みね見やすい形かなと思います。でここで押さえた時ですよ、この時にどこに打ったかっていうのが一つポイントになりますね。ここで急所はねこちらなんですね。ここに跳ねたくもちょっとなるんですよ、欠け目の形だから。当てたらこう繋いで、これ欠け目で、ここはこのように来ても三目中手だよという風にやりたいんですけども、これはちょっと白の抵抗不足ということになります。どういうことかと言いますとね、これこう来た時に放り込む手があります。これ放り込んで、で取りたいですけども当てられて、また繋ぎたいんですけども、するとこう当てられて取られてしまいますね。はい、ですからこの時にまあ当たりするぐらいですけども、これは取った取られたのコウになってしまいますから、まあ、無条件で取る手がありますから、この図は失敗ということになりますね。はい、ということでいよいよ3手目の正解はこちらということになります。で白が出てきた時に上からこうね押さえて、でこのように広げても目を取ることができますね。でこれ問題はね、こういうとこ下がりくると、この数字がちょっとね強い人ほど逆に思い浮かぶかもしれません。こう出て放り込んで取ってもこれ取られちゃうんじゃないかなと、当たりでね継いだらドカンと取られちゃうんじゃないかなってちょっと思うんですけども、よくよく見ると白がここに入った時に当たりになってますね、白がね。はい、ということで逆にドーンと取ることができます。ということでね、こういった形結構頭の中でやってるとね当たりが見えないなんてことはね本当あるんです。並べるとねすごく簡単だなって思う問題でも、頭の中でやるとねもう難易度がグッと上がりますからね。はい、この辺のダメ詰まりがしっかりと見えていたかどうかというのがね大事なところになってくるかと思います。はい、ということで今回ねこのもう非常に増えてますから、この AI 定石からの下がりが先手かどうかということで、でここのね1個の石の補強も実はねちょっと関係してるんですけども、ここがあれば味よく取ることができるよということになります。はい、ということでまあないとどうなるかっていうのもちょっとだけ見てみましょうか。はい、このような形ですね。このような形で、まあ、白が手を抜いたとした場合ですね、さっきまあこの飛び込みで取ることができますよということで言ったんですけども、まあ、一応ですね、こう来て置いた時に、こちら側がまだね、何も補強の石がないと、はっきり取れてるとは言い難いんですね。一応この時に挟みつける抵抗がありますので、まあ、ちょっとこちら側の上のね、様子にもよるのかなっていうところですね。例えば下がると、ここの手が先手になってしまうんですね。この手が先手になると、まあ、切られちゃいますからね。例えばこんな風に打つと、こちらから打ちまして、このように来てね、これでやはり生きてしまうということになります。はい、ですから、
つなぐと一応こうやってね、まあ実践ですと、ただね、なかなかこれすごいペシャンコの形になっていっぱい這わなきゃいけないんで、まあこれでも全然取れなくてもいいんだよっていうことにはなることが多いんですけども、一応こう詰め子としてはですね、脱出されちゃうような危険性もあるので、まあ、はっきり詰め子にするにはということでこちら置いてはおりますけども、ただなくても相当厳しい手になることはね間違いありませんので、まあ、そういった意味でね、実戦ではこの下がりをね先手で利かすぞなんていうタイミングは割合できやすいのかなということで、でなおかつね、こういうところに石がある場合にははっきりと、絶対に聞くぞということで覚えておいていただければいいのかなと思います。はい、ということで今日もねこのあたりにしていきたいと思います。はい、ということでまあ5はね本当にまあいろんなことのね挑戦の連続、発見の連続っていうのがね面白いところですから、まあ失敗を恐れずにですねいろんな形試してみながらするとね、自然とやっぱ実践で使うことでねやっぱり覚えていくと思いますから、挑戦っていうとね私もね近々プレミア公開とかねライブ YouTube ライブって言ってね、まあそのリアルタイムでやるね放送なんかもねちょっとトライしていきたいななんて思っております。まあそういうのもね見かけた際にはぜひね、そういったのはねチャット欄っていうのもありますんで、コメントチャット欄っていうのもねぜひ使ってね皆さん盛り上げていただければ、見に来ていただければと思っておりますんで、ぜひともねそういうの挑戦した際にはよろしくお願いいたします。はい、それでは今回は以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日いろいろな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。